まあ、いいですね、まあ、1年間標高2400m のところで、まあ、トレーニングしてましたし、だいたい効果が、まあ、1、2ヶ月持つというふうな話も聞いてます。まあ、実際こうやって平地に戻ってきて、いろんな、まあ、新体力テストも行ってますし、まあ、数値に関しても問題なく、いい状態だと言えると思います。はい、しっかり、まあ、準備したいなと思います。やれることはまだあると思ってますし、コミュニケーションをしっかり取りながらね、どういう形で挑んでいくのか、まあ、いくつかのパターンがあると思うんですけど、最高の準備をしたいなと思います。もうそれだけだと思います。いや、一番いい状態にあると思います。まずフィジカルの面で、加工してないっていうのがその症状だと思ってますし、そこに加えて経験が積み重なってるだけなので、もうプラスにしかなってないと。なので2010年の時、左も右も分からないまま、出場させていただいて、とにかくもう一生懸命プレーすると。そこから14年新しい挑戦、ただそれもうまくいかずにですね、で今度3度目の正直なんですけど、また違った形で、もちろん難しい壁は現れると思うんですけど、それを超えるためにいろんなものを、いろんなことにこれまで挑戦しましてきたので、これまでの挑戦とはまた、違った形でより上を目指せるという状態に今あると、一番期待していただいていいと僕自身は自信を持って言えます。はい、これまでも言ってきた通り、これがおそらくね、まあ、最後のワールドカップになるであろうというふうな気持ちでいますんで、そういう意味では、まあ、自分のこれまでやってきたことを全て出すつもり、そこぐらい、それぐらいの情熱を、ここに注ぎたいなと、集大成だというふうに考えております。はい。